流れ続く空と日々の狭間に形のない今日をそれでも進む何も知らぬ朝と冴えたの風に息をつなぐ僕らの声は何を望む迷っていた1月のある日父に呼ばれましたよ。おいノブテル、俺の人生は素晴らしい人生だったよな、こんな問いかけをもらいました。私はこれだけ好き勝手なことやってきたんだから素晴らしい人生と胸を張って言っていいんじゃない、こんな話をした時確認するようにこの笑顔でニコッと笑ったことを強烈に覚えております。